Yo, what's up? This is Mike V, AK-76 Park Set. I'm cassette DJ in Japan. I will show my cassette DJ style. Let's check it out. 今日は、自分が今までカセット DJ で使ってきた機材を、紹介したいと思います。はい、こちらが前に並んでいるのがですね、第1弾目のカセットテープの機材とカセット DJ の機材となります、タスカムの MTR、 そしてソニーのダブルデッキ。なんで私がこれを使っていたかというと、ピッチコントロールがついてるんです。なんとこちらもピッチコントロールがついてるんです。そしてこれが第2弾目ですね、こちらが、私のセカンド DJ 機材となります。でですね、こちら現場っていうのはまあクラブとかなんですけど、クラブに持ってって音出そうとするといろんなノイズが入ってきちゃうので音が出ませんでした。ただし今のように音をその場で取ってスクラッチしたりとか遊ぶ分には最高の機会だと思います。そしてなんとこれもピッチコントロールがついております。で、次に着目したのはやっぱりB ボーイだし、こうやってねラジカセ持ってやるのが見た目的にもいいんじゃないかな。そしてスクラッチとかしたいじゃんみたいなところで、このアイワのラジカセを使っていました。アイワのラジカセはですね、なんとここの部分に穴が開いてるんですね。穴が開いているからなんとスクラッチができるっていう。っていう風にスクラッチができます。そして友人がですね、キャドキャムができる友達がですね、ここの部分にパーツを作ってくれました。計算して、でこれで昨年は半年ぐらい使っていたんですね。でただしこれはスクラッチはできるがピッチコントローラーはついてないっていう難点が一つありました。そこで私が考えたのは、例えばですよ、BPM95 じゃない曲、例えば97の BPM のものを Pro Tools っていうソフトで95に編集する。で、また違う曲も BPM92 だったら Pro Tools で BPM95 に編集して同じ95の曲をつなぎ始める、つないでいくっていうスタイルで、やってました。でですね、ただまた一つ壁にぶち当たりました。なんとこのラジカスだとですね、クラブとか現場だとラジオが回っちゃうんです。そしてあとはヘッドホンのアウトからだとどうしても音質が劣化してしまうっていう壁にぶち当たってしまい、他になんかないかななんて思って探していて見つかったのがこちらパナソニックのラジカセでございます。でこちらは何がいいかっていうと、まず第一にもちろんねピッチコントロールはついています。そしてほら出た RCA 出力ができるんです。これによって DJ のこうレコードだったり CD と何ら変わりない戦える音質で今は現場で DJ ができています。はい、でっていうのが今現在の私の DJ のスタイル、2019年のスタイルとなっております。